皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はね、月曜日ということで、もう昨日休みでね、もうけったりなけったりなけったりじゃねえかよってことでね、本日はね、チャーハンいきます。お前またチャーハンかよみたいな感じではございますが、こちらですね、かまぼこね、かまぼこと、こちらですね、用意していただくのはネギとおろし生姜と梅干しでね、なんで梅干し使うのみたいな感じではございますが、あのですね、あの小田原ラーメンとかね、小田原おでんとかね、小田原丼っていうのがあるんですよ。そして小田原チャーハンっていうのがね、ないんですよ、これがまた。で、お、これは締め締めみたいな、ちょっとまかない屋で元祖小田原チャーハン作っちゃうかみたいなね感じで、元祖とね、これがアップされたらもうね、まかないよお前元祖だなみたいなね、元祖小田原チャーハンのお前作り主かよということでね、お願いいたします。はい、それではね、あとこれ飯とね、炒めるだけでございます。はい、それではね、いつものように、お茶碗にね、白飯ですね、用意しました。はい、そしてここに、生玉揚げですね、生玉揚げ。はい、あとはね、これを混ぜ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 りとしてね、用意しておいてくださいませ。はい、そしてフライパンはね、180度ぐらいに、熱して、軽く油をね、敷いてございます。はい、ここにですね、まずネギ、生姜、梅干しですね。はい、これをガッツンガッツンツリリンコと入れてください。はい、そしてこの梅干しをですね、こう油のところでこうね、油にこの酸味を移すような感じでね、お願いいたします。はい、これでね、崩して、ネギと梅干しとおろし生姜がね、軽く油になじませます。はい、そしてここにね、小田原名産のかまぼこ、あの梅干しもですね、小田原名産なんですね。この蘇我の梅干しっていうのはかなり有名でね、毎年2月になりますと、蘇我の梅園というところでね、梅の園と書いて梅園と読ませるわけでございますが、そこでね、お祭りのようなフェス、梅フェスティバルのようなね、ことをやっております。はい、そうしましたらね、ここに、卵かけご飯ですね、卵かけご飯。はい、そしてね、おかかをふりふりふりとね、はい、もうこれであとはね、ご飯とそれぞれの具材を合わせるだけでございます。それぞれの具材がね、混ざり合わされました。でここですね、このご飯の総重量の 1% のお塩、ふりふりふりんこふりんかですね。はい、こんな感じで混ぜ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 してください。それぞれの具材がですね、だいぶいい感じでね、合わさってまいりました。そしてここへ胡椒ですね、ブラックペッピー少々。はい、ブラックペッピー少々です。はい、もうこれでね、ほぼ完成でございます。ちょっとね、梅干しの香りがですね、漂っております。はい、彩りもいいですね、この黄色の卵と紅白かまぼこの赤ですね。はい、そして梅干しはどこにいるのみたいな感じです。はい、そしてあのこの梅干しの種なんですがね、こう食べるときに気をつけてくださいね、もしくは食べる前に抜いちゃってください。おじいちゃんおばあちゃんとかね、まあ若者でもこれ奥歯でガチとかってしまいますね、歯が欠けてしまう恐れがありますんでね、その辺のところを十分ねご注意ください。梅干しの種がね、洗ってね出した方がよろしいかもしれません。私はちょっとこの種しゃぶりたいので、入れたままにしておきます。はい、こんな感じでふりふりふりんとふりんですね。はい、いきましょうか。はい、これで完成でございます。うまそうです。はい、それではね、お茶碗の方に入れて食していきたいと思います。ガウス小田原チャーハン。はい、テーブルの方にですね、元祖小田原チャーハン運んでまいりました。それではね、食していきたいと思います。いただきまーす。うん。お、すごい、どこに種があるんだ。気をつけないとな、これな。ガチでやっちゃうとな。歯かけちゃうからな。うん、いただきます。うまい。この梅干しの酸味とおかかのうまみですね。そしてこのかまぼこの歯ごたえとうまみ、これがもう最高最高最高ではございませんか。いただきます。
はい、そしてね、チャーハンスープです。いただきます。あつまあつま、はい、チャーハンスープの作り方はね、別動画にございますので、よろしければそちらの方ご参照くださいませ。はい、いただきます。元祖小田原チャーハンです。うまい、最高です。いやー、もう小田原にね、小田原チャーハンというのはないんで、作ってみました。皆さんこれどちらかでね、作ってるのを見かけたら、あれ、まかないオリジナルじゃねえのとね、思っていただいて結構でございます。そして皆様の家庭でもね、ぜひ元祖小田原チャーハンを作ってみてはいかがでしょうか。本当に美味しいですし、簡単です。はい、それでは本日も最後まで無駄なしばかり道場をご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、元祖小田原チャーハンの作り方、これをね、動画にしてみました。そして皆様にお願いでございます。動画アップのモチベーションを維持するために、よろしければあったかいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。失礼いたします。うまいです、小田原チャーハン。元祖ですよ、元祖。